はい、どうも皆さんこんばんはです。今日はちょっと取り急ぎ、ある方からのご要望がありましたので、情報共有ということでですね、急遽動画を作っております。というわけで早速本題なんですけれども、私が、一番に推しております MR500 型の運行について少しお話をさせていただきたいと思います。で、以前にですね、動画で取り上げさせていただいたんですけれども、501K の、失礼しました、501型の運行についてですね、駅員さんに聞いてみたんです。で、現在ですね、前回も申し上げた通り、佐世保から田平左口までの運行をメインにしているそうなんですけれども、それがですね、どの、列車かと言いますと、まずこちらですね、332D 列車ですね。これが、このようにつらつらつらとなっておりまして、これですね、伊万里まで直通しているみたいです。で、必ずしもその途中の田平左口までしか行かないとは限らないようですね。はい、この332での列車が充当されているそうです。で、次なんですけども、こちらです。こちらが田平左口までの限定の運行なんですけれども、 262D ですね。こちらがこのような運行形態になっておりますと。で、基本的に朝夕のですね、運行がメインになっているようですね。ただですね、私、2、3週間前の日曜日にですね、左石駅にちょっと用がありまして、で、そこでですね、実は田平平戸口駅までの、列車で、MR501K のですね、運行があったところを目撃してるんですね。それがですね、大体昼頃だったかと思うんですけれども、なので必ずしもこの情報が全てとは限らないようですので、これはあくまで目安として、考えていただければと思います。で、この2つの列車なんですけれども、こちらですね、もちろん501型もそうなんですけれども、あともう1つですね、 MR200 型だったでしょうかね、400ですね、 MR400 でした、失礼しました。MR400 型と交互に運行されているそうなので、そちらの方についてはちょっと情報不足で申し訳ありませんけれども、具体的にどのような運行形態になっているのかというのは不明です。ただ現在分かっているのはこの2つの列車が、MR501 型と MR401 型の2つで交互に運行されているということとなっております。以上、取り急ぎ MR500 型についてのお話でした。失礼します。バイバイ。